では皆さんお元気ですか今回の聖書は人のの働き章節でございますこうしてペテロは牢に閉じ込められていた教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたこれ何のことでしょうかこれはですねこのヘル・アグリパイ生にですねこのまずイエスの・の十二弟子の人のヤコブが殺されて 次にペテロが逮捕されたんです、ねえー、もういわゆる白害の間の手が伸びてきたん初代教会にねでそのペテロがね捕らえられた時教会どうしましたこうしてペテロは牢に閉じ込められていた教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたその時教会が成したことは皆で集まって熱心に祈ったっていうことですね ここに熱心に祈ったっていうのは相当祈ったわけでしょう。ね、えー、祈りこそが教会への武器でありますね。それでね、祈り続けた。まあ祈りについて言うならね、もう韓国の教会の祈りはすごいですね。えー、前に話したようにね、えー、私の訓練センターに一人の宣教師を読んだんですよ。あ、読んだんですね。祈りの指導のために。これは。 あ私があの共、ー、立研究所で教えた時ねこれはね今 TCU キリスト教大学になったんですけれどもキリスト教短大の頃ねキリスト神学校というマスターコースとねそれから共立研究所ってある共立研究所っていうのはこれはね牧師も学ぶんですよ。で観光の宣教師がよくこのコースに来てね、えー、学んだんですね。 でそこでね韓国の宣教師の方々は私の講義が大好きでねでこのパク・ポンタっていう方なんでこの方はね朝3時に祈る人毎朝3時に起きて祈る人は熱心な人なんですね。え私言ったのは彼女に「あんたそんな朝が早く毎日祈ったら死んじゃうよ」って言ったら「死んでも祈ります」って言うんですまあすごい人ですね熱心な祈りを捧げる人ですね。まあそういう人がいるで韓国はね。 まあそれで本当にねあの熱心ですよで私がねあの時選挙会変いて選挙団体作ってあっちこちに選挙誌を送ったんですが韓国に送った選挙誌がおりましてね長澤久美子選挙誌ですけれども彼女はね彼女は検証者なんですけれども、ねえー、手話を覚えてねろう者伝道してる人でついに韓国のろう者伝道をやってる時に韓国のろう者の牧師と結婚したんですね。 これは話題になりましてね韓国でも、うん、だって、うん、ねえ検証者の日本人宣教師がですよローアー社の牧師と結婚したっていうんでこれ話題になったんですね、えーまあ、それでね韓国で結婚式を挙げ日本でも挙げた結婚式を山形のバプテスト教会なんですけれども星バプテストのねそこで挙げたんですその時ねこのお夫であるねその、うん お婿さんの方のご両親は熱心なクリスチャンでね、検、えー、そのお,お父さん方は検証者なんですねでいい。で、息子さんでやるおっしゃるので、ところがね、この仁川の長老教会の第一長老で熱心なんですお父さんは、その方はね、祈りの部屋を持ってるそうですよ。でずっとこもってそうはよく祈る人で、そう結婚式を韓国でやる、日本で言われたんですね。で、日本でやる時にどうか神様その 結婚式の日を晴れにしてください晴天にしてくださいと祈ったそうです、ね、それでね山形の,あそのバプセス教会でね、えー、結婚式やったんだけど本当にその前の日まで雨降ってたんですよねっそ,、ねえー、そ,その前の日は雪さえ降ったんだってよ、ね、私も参加したんで雪も降りましたその日だけ晴れたず、ね、っと降ってたのに。 ね、雪まで降ったのよ晴れたの次の日はまた雨だったのね <laughs> まあ見事ですよ晴れを与えてくださいってそういう祈りを集中してすんですねわかりますかこれこれは熱心な祈りって言うんですよわかりますもう熱心な祈りはもう観光にかなわないな、えー、それもう朝3時間に祈りますってのはゴロゴロしてますよん韓国でねわ、えー、かりますかはい初代教会もそうです熱心に祈りましたね ペテロは取られてますね。それで熱心に祈りました。その時にペテロはどんな状態かっていうと4節ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは水越しの祭りの後に、民の前に引きずり、引き出す考えであったからである。ね。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会を彼のために、神に熱心に祈り続けた。はい、熱心に祈り続けた結果、どうなりました はい、6節ところでヘロネアから引き出そうとしていた日の前夜ペトロは日本の草につながれて2人の兵士の間に寝ており戸口には万兵たちが牢を監視していた、ね、これ完全なねもう完璧な水ももう漏れないようなね体勢でしっかりとペトロを捉えていたわけです2人のの兵士の間に、ね、草に 両方の鎖に繋がってたんですよ。両端を、それぞれの兵隊に。うもう逃げ出れないですよね、えー。すると突然何が起きました熱心に祈ったり、祈ってたら何が起きました鳴らせ。すると突然、主の御使いが現れ、光が炉を照らした御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさい。と言った。すると鎖が彼の手から落ちた。 皆さん、草やドドンと落ちたのよ。祈ってれば。すごいでしょう。いいですかそれどうなったのそして見遣いが帯を締めて靴を開きなさい。というので、彼はその通りにした。すると、上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て、見遣いについていった。彼には見遣いのしていることが現実のことだとはわからず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の栄章を通り、 町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。実は門場がいたんですよ。ね。ほ,ほ,ほら。いいですか ?4 節ヘルでペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。ね。わかりますね。そしてさらにですね、えー、ペテロは日本、6節ペテロは日本の鎖につながれて、2人の兵士の間に寝ており、戸口には、 たたちがを監視していたと,ころところがね天が現れてペトラ下がっていったらね第一第二の栄翔通り、ね、町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いたってね一人で開いたそこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと御使いはたちまち彼を離れたこうして彼は解放されたんですよ門が開いたんですよ 万もいないのは、さっくまでいたはずなのに、こんな奇跡が起きたんですね。何の結果祈りの結果ですよ。まあだからね、祈りってすごいでしょ奇跡が起きる。祈ると。それを信じてるのは韓国の教会ですよ。だから信じてるは熱心に祈るんですね。え日本語ももうちょっと熱心に祈らないとな。えー、その、久美子島への夫のお父さんはね、 インチョンの教会の第一鐘楼だけど祈る部屋まで持ってるうちにね閉じこもって祈る人だそうです。それとら日本の結婚式の日には晴れにしてくださいで祈り続けて晴れになったんだよ。天気さえ書いてくれる神様はねその前の日まで雨だその前は雪も降ったって言っただからね、えー、そういうことが起きるですね熱心に祈るってこと。で皆さんねこういうわけでね、えー、熱心な祈り えー、日本語は学ばないかんねこれねいいですかそれで実は中国のリバイバルはね熱心ななの結果なんですねこれ覚えておくようにそれでね今これ読んだでしょうその晩兵がいて草につながりでいたのに鎖が溶けて落ちたんですよそれでねっ門のところへ晩平がいたのにいなくなってたんですよほとんど同じことが中国で起きたんですよ でこれはねブラザー・ユンっていう方彼に有名な人でね、えー、実はね天国の人人ともあたされてる人なんですよこの地下教会のリーダーでねこの方はもう本当に、えー、いろいろな迫害にあった人なんですけどやはり捕らえられてね行った時に本当にね天使が現れてさあ今立ち上がりなさい行きなさい。ね、そ,それで、うん 言ったらね門が一人で開いたっていうような体験をした人なんですよ。それで私たちはねこの方読んだの、ねえー、実は日本の教会に今この方はねドイツにいるんですよ。ねえー、それでまあ呼べるわけ,わけですけども、まあ、とにかくねよ読んで私がね、えー、その大会の会長になってね、えー、実はおおお大きな集会開いた東京で、ね。その時に、ね、私、ねえー 講談に並んでるでしょ私と、ね、彼,彼隣にいるんですよ。それで彼がね分厚い聖書を持ってるんですね。それで私ねこう見てね椅子こっち一つ空いてますこっちに映って映ってねその聖書を置きなさいってっ椅子の上にほら講談でこう並んでるでしょ私とブラザーユンとその他の人がね。 それで彼がねいっそに大きな分厚い聖書を抱えてこう座ってるんですよ。それで私はあこっち椅子一つ空いてましたこれで移って一つ開けてねその聖書を置きなさいってまあねジェスチャーでやったんですよ。中国語わかんないからそうですここで私もこっちに置いたんですよ。自分の聖書を置いてあんた置きなさいって言ったの。わかりますえこうやってこう私も置いたからねジェスチャーで。で彼 うなずいてる絶対置かないんですよ。ずっと聖書持ってるんですね。ほんでハッと気がついた私も変な欧米の悪い癖、ね、悪いその習慣身についてしまったと思ったの欧米の悪い習慣身についてしまったと思っちゃった私ほら椅子の上なんか絶対置かないんですよ。聖書。わかりますこれ。若い人には分かんないだろうね。 私、その気持ち分かりますよ。私もね、えー、その割とねあの、アメリカ人やヨーロッパ人っていうのはね、えー、聖書は神の言葉だなんて言いながらね、まあ、普通の本みたいに扱うんだよね。もう信じられない、あれね。我々、東洋の人間にとってはね。分かりますあのね、もう信じられないようなこといっぱい起きますよ。実は、あの私、インドネシア行ったでしょ。イノシガゲで。 五人で死にますって言って私、インドネシア行ったんですよ。ダーンと俺、イスラムと共産がぶつかって内乱の時に今のシリアみたいになっちゃいましたからね。これは普通の信仰じゃいけないですよ。それで私は、私とカナイト、子供3人おりましたが、五人で死にますって言ってね、それで再検診して、そしてもう死ぬ覚悟でインドネシア行ったんですよ。わかります、ね それでその時ねあのインドネシアは3家族にビザをくれたねアメリカ人選挙手リトルさん一家にビザをくれた、ね、それがドイツ人のハーゼロっていうね、えー、選挙手にビザをくれたそれ私たちにくれたのね3家族くれたんですよそれで私インドネシアに入ったでしょその時ジャカルタでねそのアメリカから来たねリトルさんっていうね、えー、その選挙手に出会ったわけですね リトルさんが私たち見て感動してね先生方よく来ましたねこのインドネシア危ないところへ私たちは死ぬ気で来ました死ぬ気で来ましたって言いましたね、えー、ああ俺みたいなやつがいたと思って私も死ぬ気でしたからね生きようなんて思,わ思ってませんでした5人で死にますって言って入ったんだからねあ俺みたいなやつがいたと思ってねそれで、ね、リトルさんと私同じ団体なんですよ実はねあのインドネシアのバース進学校で。 私教えたんで彼も同じ団体に入ったんですねそれで日曜日ね礼拝守るでしょその時彼はねあのオートバイ手に入れてどん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 ってオートバイで単車でね教会来くんですよその時にねいいですか皆さん聖書をねこのね尻の下に敷いてくんですよあのね <laughs> 敷いて尻の下にですよ挟んでダーてやってくるんですおで言ったの。 何バカやってんだと。イスラムに殺されずろってたのク。クリスチャンじゃなくてイスラムにも殺されるってたの。イスラムだってびっくりですよ。いくらなんてだって聖書を死にの下にね、挟んでくるなんてことは考えられないですよ。インドネシア人にとってね。もうクリスチャンもびっくりだけども、イスラムさえ怒りますよ。ね。下手して殺されますよ。イスラムに。あんたはイスラムに殺されるぞって。 クリスチャンもびっくりだけど、イスラムも許さないでそんなことしたらって言ったんですよ。それくらい鈍いんですよ、アメリカ人とかヨーロッパ人ってのは。神の言葉だなんて言いながら、尻に敷くんですね。平気で。わかりますこの,の感覚。ね。だからほら、アメリカ、ヨーロッパ、の、選挙者でよくそういうことするでしょ神の言葉だなんて言いながら、考えられないことやるんですよ、聖書。ね。我々やっぱり本というのはね、 聖書でなくても、本っていうのは、そんな知りに敷くようなことはしないですな。特に我々の世代はだよ。今の分かん若いのは分かんないよ。でもね、我々の世代は用しないですよ。そういうことは。それで私はハッと気がついた。ブラザーユンがね、この天狗子の人がね、私、ね、彼重妄想に持ってるからね、こう、こっち譲って、ね、こっちに移って、一つ椅子を開けて、私も聖書を置いて、あんた置きなさいってこう、前世代でやったの。 絶対置かなかったね。じっと持ったままでね。ほんで、はってきますよ。俺もヨーロッパの悪い影響を受けたなと思ってね。わ <laughs> かりますこれ。今の若い人わかんないから。もうしょうがない。ね。我らまだこその感覚がありますよ。やっぱり、ね、聖書。本というのは、尻に敷くなもんじゃないよ。ね。わかりますヨーロッパ平気ですよ。あんな命がけで遠藤シア来た人ですよ。イエス様を愛して。 でも聖書を死に敷くんだよ。わかりますこの感覚。我々理解できないです、これ。私には理解できないね。今、ブラザリー・ユーンを見て、私ね、天国の人を見てね、ああ、私は随分ヨーロッパの悪い感覚を受けたなと思ったね。えー、私は、ほら、椅子の方に置いたんだ、私あ。置いて、あんた、置きなさいって言った時から、絶対。ほら、うん。うん。なずくだけで、絶対、重い生活をずっと抱えてましたね。えー、こ,これですよ。 皆さん実はね中あのブラザイオンはす晴らしい人ですけども実はねどういうことかっていうとねはい、えー、1945年終戦になりましたね1945年終戦になりました戦争終わりました第二次戦終わりましたそしたらねいいですか日本軍が入って中、ね、あの日中戦争起きてみんな戦況史書いたんだけれども ね、戦争終わっったたらーっと帰ってきたんですアメリカヨーロッパから多くの宣教師中国人で宣教してた宣教師たちがまた中国に帰ってきたんですね。と同時に若い宣教師がいっぱい召されて中国に入ったんですよ。わかりますいっぱい中国に入ったんです宣教師たちが。ね。それでねあの中国で働いてる宣教師の数の方が世界で働いてる宣教師の数より多いって言われた。もう一言いますね 中国の中で働いている宣教師の数の方が世界中で働いている宣教師の数よ,り数より多いって言われたそれくらいいっぱい中国に入ったんですわかります40 ?1945 年終戦になったらドーッとみんな帰っていったんですねいっぺん国に帰っていった宣教師たちがまた中国に帰ってきたまた若い宣教師たちも献身して入ってきたそこでいっぱい宣教師が働いたんですねわかりますかところが皆さんいいですか 中国人はなかなかクリスチャンにならないんですよ。あの当時資料によるとね中国のクリスチャンは約80万なんです、ね。日本も80万くらいいたんです当時。わ分かりますあの戦争前ですよあ迫害があっていろろなことあったんだけどでその前の資料だとねあの第二次世界大戦太平洋戦争始まる前は8 2万くらいいたんです日本。中国も80万くらいだったんですね。だから どっちも80万くらいなんで、あっちは人口10倍ですからね。いいですかいかに中国人伝道難しかったか。それで、どーと中国人、中国にまた選挙誌帰っていったんだけれども、いくら伝道してもね、苦しゃにならないんですよ。中国人は。なぜご先祖様に申し訳ない。ね、日本も祖先数はきついけれども、まだ本家じゃないんだよ。本家は中国なんですよ。ね 本家の方が強い,んで強いんですよ。祖先崇拝。ご先祖様に申し訳ないって中国人はなかなかクリスチャンにならないんですよ。わ、わかりますそれで日本と同じくらいだったクリスチャンの数、戦争前、いいですか ?80 万、80万。ね、いいで,いいですかあっち人口10倍だからね。それくらい難しかったんですよ。そこでね、帰、ま、っていった選挙師たちが、また伝道を始めたんだけど、なかなかクリスチャンにならないの。 ご先祖様に申し訳ないねそこでねあるグループが祈ったんです、ね、これ全部の宣教師じゃないですよある宣教師のグループはみんな集まってこれ祈りを置かない、ね、祈りを置かない、ね、仏壇みんな持ってるんですよ大事そうにねあ,るあらゆる家庭に中国はそれでこれがわだとねそれでね神様中国人から仏壇を取り除いてくださいって祈りしたんです宣教師のあるグループはですよ 神様お願いします。中国人から仏壇を取り除いてください。これが罠です。これで中国人はクリスチャンにならないんです。この仏壇を取り除いてください。この偶像を取り除いてくださいと、あるクリスチャンのグループが集まって祈り始めたんですね。中国人から仏壇を取り除いてください。これは笑われたそうです。不可能の祈り。で、笑われたそです。こんな祈り聞かれるわけない。中国人で、どうして仏壇を話すの祖先するい。 皆、ね、さんご先祖様は大事にしてんのにね不可能の祈りって笑われたそうです。ね、皆さん熱心に祈ったか彼ら神様お願いします中国人から仏壇を取り除いてください、ね、これは罠ですこれで彼らはご先祖様に申し訳ない言てクリスチャンになりませんからこの仏壇を取り除いてください不可能の祈りって笑われたいのにねどうなりました ?1949 年、はい、45年終戦でしょ4年後。 1949年10月1日ついに毛沢東がバーンと蒋介石を追い出して共産党が天下を取りましたねご存知のように1949年10月1日ついに共産党が天下を取りました蒋介石を追い出して台湾に追い出してついに天下を取りましたさあ共産国になりました中国は毛沢東が天下を取って最初にやったことは何だと思いますか 中国のあらゆる家庭から仏壇を取り除いたんです。全部壊しちゃったんです。中国人のあらゆる家庭の仏壇全部、全部やっちゃったんです。中国の人民解放軍が。中国の家庭から仏壇なくなったんですよ。皆さん、本当に起きたんです。これ、熱心な祈り。聞かれる祈りですね。中国から、中国人から仏壇を取り除いてください。これが罠です。 塩屋お願いしますよ。いろいろ熱心に。ある選挙者のグループがね、不可能な色々言って笑われた。ところが、なんと毛沢と天下取って最初にやったことは、人民解放を使って全部仏壇壊,壊しちゃったんですよ。ないんですよ、中国人。ね。で拝むものなくなっちゃった、中国で何を拝んだ毛沢と拝んだんですよ。わかりますおいう拝むものなくなって。毛沢とどうしよう。これから私は農場に行きますので、私たちを守ってください、みたいなね。 分かります毛沢東がですよ。仏壇なくなって。霊的解放というこれはねわ。分かります、ね、悪霊化の解放ですよ、まさに、ね。それがね、基礎の基礎なの。分かりますそれであとでダダッとリバイバルが来て、今や、ね、共産党員の倍以上のこのクリスチャンがいるほどになったんですね。分かりますこれはね、そういうわけでね、熱心な祈りですよで。中国のリバイバルは熱心な祈りから始まったんですね。 かりますそしてまたね毛沢東が用いられてほら毛沢東が中国人のあらゆる家庭から仏壇をね取り除けって言ったんですね。祈りの答えだったんですよ毛沢東の命令は中国人のあらゆる家庭から仏壇を取り除けで人民会放全部壊しちゃったんです。ないんですよ仏壇、ねえー。それで拝むがなくなったんですそれが零点会放でドワーってやがってクリスチャンが増える原因になったんですね。 それからモタクほらスカルノ大統領がインドネシアのリバイバルに用いられたように、ね、中国では毛沢東が一番の功労者なんですよそのこの大リバイバルのわかります、ね、みんな未信者ですよ神様を用いたのはスカルノってイスラム教徒を用いてインドネシアの大リバイバル毛沢東って共産党員を用いて大リバイバルですよ。それでね これは霊帝解放になってドラ,ラーッとね中国ではやがてクリスチャン増えるんですよねわかりますだからこれはねい熱心な祈りから始まったある宣教師のグループが主よお願いします中国人から仏壇を取り除いてくださいっていう熱心な祈りを捧げで本当に亡くなったんですね、えー、悪霊からの解放でそれがやがてドラ,ラーッとクリスチャンが増える要因になったでもう一つね 毛沢東がやったなんだと思います。スカルンドーで三つの偉大なことをしましたね。それ全部伝度に役に立ちましたね。えー、毛沢東にやったことはまず仏像壊してみれたことは全部ね、それがやがてだーっとクリスチャン増える原因になったんですよ。ね。もう一つやったのは何ですか。言語の統一をやったんです。やっぱり。はい。中国共産党は天下取りました。ところが人民解放軍と五つの派閥があるんですね。五つの派閥があってい何ですか。 人種は違うのみんな。もう一遍言いますとね、人民解放軍との五つの派閥があって、みんな人種は違うの。言葉が違うんです。いつかい人民解放軍っていうのは。五つの派閥があって。人種は違うの。言葉が違うの。これ命令うまくいかないでしょ、これ。わかります?。ね。わかりますか?。で、これね、説明するのに。どう、どう説明するかっいろいろ考えたら、みんなに。 えー、皆さんにわかるように説明するのに。これね、こういうふうに私説明するんです。人民解放軍ってはこういうもんだぞって。つまり人民解放軍ってのは日本の自衛隊と韓国の陸軍と台湾の陸軍合わせたようなもんなんだよ。これで,でだいたいイメージ湧きました、ね、中国の人民解放軍っていうのは日本の自衛隊と韓国の陸軍と台湾の陸軍合わせたようなもんなんですよ。言葉を違う人種も違うんですよ。 これは人民解放軍なんですね。いつの派閥って簡単に言いますけど、言葉違うんですよ。そこで毛沢東は何したんですか北京を学べって言ったんです。北京を勉強しろって言ったんですよ。共産党員にね。みんな若者、北京を勉強したの。わかりますそこでね、ドラーって福祉が広がったんですよ。ほら、北京語だから。ね。いちいち言葉違ったら大変なんですよ。これ台湾は今大変なんです。台湾。 私台湾に時々行きますけど通訳3人くらいつくてあるんですよあ通訳1人でしょ通訳っていうのは2人ならまだしよう3人つく時あるんですよだって台湾って小さな島でねいろいろ中国語あるんですよわかりますね北京語からねえ北、ー、京語から始まってねえー、いろいろあるんですよまあそれで、ね、3人くらいつきますよ、ね、そしたらね説教してるとね 一人、二人、三人。何言ったか忘れちゃうんで、こっちね。<laughs> 何言ったかな、そう。だから、分からん中国さんに聞くわけですこっちもね。何で、おや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 ってね。帰ってくるいや、参りますね、いのは。台湾はそうなんですよ。ね。と、中国は、あの大、大陸の、ね、大中国が、北京語。ね。北京語勉強しろって思ったこと言ったら、命令系のちゃんと行く,行くためにね。 そこで、ね、未来勉強したは若者だ、それは広がる原因ですね。だからスカラの大統領が三つの偉大なことをした言語の統一ソルタンの廃止それは殿様の廃止ねそれから信教の自由でしょと同じようにもも毛沢東仏壇全部壊しちゃったね霊的解放言語の統一やってくれたんですよ。わかりますね、それでねもう私は命の水計画っていうのを始めたんですけどもこれはね あの中国にね2つの教会生まれたんですね公認教会と地下教会これ後でいつか時間あったら説明しますけどそれでね公認教会に入るとね安全なんですよね共産党が支配している教,教会ですねで聖書があるんです。とは入らないんですよみんな入らないねなんで入らないかっていうとね入ると安全なんだけど聖書も手に入るんだけど18歳以下の者に宗教教育するなっていうのは 規則があるんです。18歳以下のものに宗教教育するのは、つまり家庭礼拝できないんですよ。子供に心境継承できない。伝道もできないんですよ。入れば安全なんだけど、公認協会。共産党が支配する教会に入ればね、で、聖書も手に入るんですでもね、入ると伝道できないんですよ。それで多くの者が入らない。そうは聖書もないですよ。それで私たちは命の水計画って言ってね、その地下教会。 っていうのは一番簡単なでまあ家の教会でもいいんだけどそこへどんどん今聖書を送る運動を始めたんですねないからねわかりますさあ皆さんそういうことでねインドネシアの大リバイバルスカルの大統領が豊かに用いられましたと同時にね中国のリバイバルではモータかう人が豊かに用いられましたそして中国のリバイバルの始まりは祈りですね熱心な祈りによって中国のリバイバル始まって今や、ね、共産党の倍以上ですよ共産党は8,000万その倍以上2億以上の 今、クリスチャンがいるんです、中国はね。さあ、皆さん、日本の大リバイバルのために祈りましょう。神に不可能はありません。神は全能です。その気になれば、神様は、明日にでも、明日,明日にでも日本はキリスト教国になります。神様はその気になってくだされば、熱心な祈りをしにさげて、どうか日本が神を恋愛する、まことの 神を礼拝する国になるように日本の第二ババのために祈ってまいりましょう天の父感謝しますこうして私たちは神様は偉大な六方でありまして、えー、いくら神様に反対しても神様には逆らおうとも神に勝てるものは誰もおりません無神論者である毛沢東は無神論を高く掲げて神を呪ったものでありますけれどもそれさえも神様は用いられます なんという偉大なお方でしょうか主よどうか日本を荒れんでくださって偶像に見せたこの国はこの国が偶像を全部取り除いてくださって日本が次には天地万物を作りたまえし唯一の神を礼拝する国としてくださるように日本に大リバイバルを与えくださるようにお願いしますエスタモの皆によってお祈りいたしますアーメンヨネシマとお会いしましょう